はい、では行きます。本当に前回の続き即です。はい、お茶を飲んで、まあ、楽しんでいきましょう。強いのはもちろん強いので、いろいろ考えて対策しながら行きたいなと思うわけなんですけども、まあこの英雄のあいつよりはマシだろうということで、間違えました。ちょっと読んで様子を見たいですけどね。とにかくお二人とも動きはかなり早いですね。そしてまあこいつはね、見てるんで、過去見てるんで多少なりとも動きは分かってますが、火力も相当高いです。こんなもん2体同時きついね。おわー、かぼちゃが、いやきついね。オルドビスがやっぱり体力的には強いですね。雰囲気的にこういう感じだな。かぼちゃにやらせる、引きつけてれば基本カボチャが寄ってってゴン。そうそうそう、いやー遠距離きつ、めちゃくちゃ遠くまで来るわ。溜めとる。おお、ただオルドビスに関しては盾は持ってないんで、まあ魔法のダメージはまんま入る感じはしますよね。これやんのか。おお、ちょっとしかもモーションが違う。ちょっとモーションが違うような。早い早いですね。早い、わい、何これ、そんな技ありましたんや。いや、きつい。わざと柱を、柱で構えたんですけど、尻尾もあるからな、ルッツボー。いやー強いわ、強い、全く隙がない。このタイミングで入れよう。捕まった。隙が全くねえなこいつらは。いや、まあ、過去一むずいかもしれないっす。うん、雰囲気的に。ただちょっとラッキーが起こればみたいなところはちょっとだけあります。ラッキーが起これば、つまりルツボが先にある程度ダメージ食らってくれればみたいな話。やられとんな。ルツボに先にある程度ダメージ入れれたら、まあ、要は1体倒せりゃかなり楽にはなると思うんですよね。縦、当然縦でねガードされるんで、こっちはね結構めんどくさいんですよ。やばいやばい、湿地が効いてるけどね、それなりに。やられたかな、湿地が死んだか。
まあまあ正直そうですね、一人でやった方が最終的にはやりやすいかも。まあダメージある程度はもちろん入れさせてもらいますけど、両方見とかないと余裕がなさすぎる。どっちがね、急にこっちにターゲットを絞ってくるかがわからないのでね。まあでもクルイビは入るからな、火力的にはこういう時ですよね、振るため。あーくそー、これ捕まったら多分即死系。ここで入れれたら一番いいやろな。あー惜しい、溜めてしまった。めちゃくちゃ惜しかったやつ、正直ベストタイミングやった。さすがこいつら系はね、回復ボタン押した瞬間に動いてきますね。よし、マジで押した瞬間に来やがる。じゃあ回復したいですけど、中途半端なタイミングができんぞ。回復落ちた瞬間突っ込んでくるからマジで危ない。やばい、うわ、ふみふみやるんや、こいつもふみふみやるんや。今いけた。くそー、何もやらへんと思いますやん。そっちかわしたがおるよ、両方視界に入れないとダメよ、両方。あーマジか、届く。両方視界に入れて、あーうまいねー、うまいねー。あれ早いんですよね、踏み込みは非常に。ちょいでるつぼの方、通常ノーマルつぼが倒せそうと。どっちが良かったかな、湿地とかぼちゃで比べるとかぼちゃの方が前線した感はありますかね。まあどっちもどっちですけども、より体力が多い方みたいなことで言ったらかぼちゃに軍配が上がるのかな。あーうっそが、もうきついね、こっちばっか見とんな。まあいいか、こっちばっか見たときはもうひたすら逃げるか。完全にこっち見とるっすよね、二人とも。かぼちゃが全く追いつかない。
よいしょ、うん、危ない。チャンス、あー、いや取れる、締め取れる、フル、よし、オルドビス、あ、オルドビス、あれこいつオルドビスじゃないやん、こいつがノーマル、あ、そうなの、お前ノーマルかい、お前知らんから俺オルドビスやと思ってずっと接してたやんけ。あんたがノーマルで、ノーマルと思ってたやつがオルドビスやんけ。この勘違いやろう。俺か。いや勘違いしてた。勝手に、こっちが勝手に勘違いしてました。それは。こっちで回らん方がいいのよね。お前がオルドビスか。おっしゃ。やべ。あー、うまい。今もう回復のボタン押した瞬間見えとんね。マジで押した瞬間です。そんなわけないんやけどな。わかるわけないのに、こっちが回復瓶を取り出す瞬間なんてどうやってわかんのこれ。敵に、割と突っ込んできますからね、あれ。よいしょー。腹立つ。何がハイやねん。飲んだ瞬間来るよ。飲んだ。衝撃波。来る。来る。よっしゃ。惜しい。いや惜しいですね。かー、惜しい。我ながら惜しい。ちょっと、あの序盤の方がいいか。どうしようかな。呼ぶタイミング変えたりしようかなとか一瞬思ったけど、やっぱ最初読んだ方がいいか。どうなの。今はカボチャでも湿地でもどっちでも、湿地の方が素早いから、若干ね、体力的にはカボチャなのかなって感じもしますし、序盤で結構なんか、ほら、
ンで割と戦うじゃないですか。ほらほら頑張ってるじゃないですか。オルドビス、おっしゃ、嘘、早っ。おらおらおら、いや危ない危ない、舐めたらあかんで、舐めっぱダメよ、舐めっぱダメよ、こっちに行ってるからといって今もうほっといてますからね。シッツが死んだ、オルドビスをでもよく引きつけといてくれよった、よくぞ。で、飲む、よし耐えた、飲めた、最速、調子こいてはいけんな。おい、お前らはもう天使か、すごいな。よっしゃー、キー、あとはオルドビスだけね。いやー、なんとかなるはずよ、オルドビスだけならなんとかなる、俺はなんとかしてきた、回復しとこうかな。尻尾が嫌やから近づきたくないっていうのはめちゃくちゃあります。いけますけどね、いけますけど、ここは伝統の手法でいった方がいいかもしれないです。伝統の、焦る必要などない、焦っとるのはオルドビスの方でしょ、焦ってるのはてめえの方だ。よし、よし、何フェイク、間違えた、焦っとるのはこいつの方、大丈夫大丈夫、やれる、やっぱり尻尾くるわな、近づいたら、ほら、ほら、よっしゃ、ムカつくから行ったりたいくなるんすよね。飲んだ瞬間来るよ、うわーい、危ねえ、飲んでてよかった、耐えた、よし、バカが、オッケー、正しい血があるわ、やべえ、
オルドビス死んじゃえよ。当たるかよ。なあ、どこ見たの俺ら。絶対が出る、絶対が出る、絶対が出るからな。このままのペースでいったら絶対にが出る。もうスタンドプレーはいらん、マジで。これだけでいい、マジでこれだけでいい。うわー、遠距離。よーし、くらえ。おっしゃー、オルドビス終わらしたる。集中、尻尾くる、二段階オル、よし、くるい日最高だぜ。ふぅ、出たー、るつぼ装備きました。かー、きつかったー。きつい、きつい。めちゃくちゃきつい。あー、感化の初層の祈祷を強化する。何言ってるかわかんない。生命のるつぼの力を宿し、るつぼの初層の祈祷を、るつぼの初層の祈祷って何なの。そんなん持ってたっけ。やったまあ強い。というかもうやっとこの英雄墓から出られることがめちゃくちゃ嬉しい僕は。すいませんでした本当に。ここから英雄墓からの卒業、もう支配からの卒業、なんかあの馬の変なやつからの卒業、もう本当に幸せだな僕は。あいつに出会えてよかったと思ってます本当に。今から考えればですよ、卒業してわかるわ。うん、本当にあいつのこと好きやったんかもしれへん。うん、まああれっすね、同窓会で会ったらもうぶん殴りますけどね。何しに来とんねんという話ですよ本当に。よしよし、じゃあこっち行ってみるか、どうするか、こっち行ってみるか。なんかここら辺、ここら辺、ここも気になるっちゃ気になるけどね。気になり、なりどころが多いから、まあ、せっかくこっち来たんでこっち来て行ってみましょうか。一回この変な方向から行くっていうの。よーし。いやー今のやつ気持ちよかったな。もうソウルもロストしまくったし、いいことなかったですけど、まあでもね、やっぱりああいう2体とか、しかも強いやつ2体倒せると嬉しいっすね。
全然やっぱ気分が違うな。こっちでしたよね。ふむ、なんか久々やな、こういう白っぽいというか砦っぽいところ来るの。もう墓ばっかりやな。墓行動、墓行動、行動墓、墓墓行動やな。オッケー。こういうとこは意外と敵おらんのよね。え、ほんまにおらんの？いきなりボスとかある？さあ、いかついもんが見えてきたよ。久々にこっちに変えます。神聖をやっぱり神聖が補正があるんで、多分単純なダメージでこっちの強いはずなんですよ。炎が効けば、あと槍が効けば。死んでるな、これ落ちて死んだよな。単純ダメージはね、見ていただいたもうた通り全然こっちの強いもんね。下は何やこれ、沼っぽくなってる。これは落ちたら多分死ぬと思いますわ。かがり火オッケー、よーし。さあ城内に入っていく。大祝福行きたいところ。おっと、久しぶりです。お待たせしてごめんなさいね。王子の本当に連れてきてくれてありがとう。私も自由に動ける。契約終わり。え、ルーンを誓いする術もトレントもここに置いていく。あなたはきっと王になれる。エルデの王に。ありがとうございます。ありがとうね。もうちょっと一緒にいたかったけどね。一緒にいたこと忘れてたもんね。うわーすん、王とローデ。すごー、何あれ、ジオラマすごい。ほら、あの竜と何かが戦ったみたいなのが、テーマパークやね、ちょっとした。すご。え、敵これ、雪だるまんやん。なんやこれ、笛吹いとんねや。笛吹き同時的な。え、変な音したよ。何しとんの俺、何を。うわ、いかつい笛のやつおる。めっちゃ血が。そんな強いですかこの笛。まあ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 食らうな、確かに。怖っ。うわお、倒したけど、呼び出したもう風船が、風船、シャボン玉が大爆発。今倒しきってましたけどね。ただ残った思念というか、出し寄ったやつが大爆発でおしまいと。やるねー、割とやるねー。どうしていきますか。割と丁寧にいった方がいいんやろね、これは。なんか初めてのやつなんですけど、初めての雑魚って、まあ割とビビるでしょ、僕は。まあ怖いな、ちょっとずつ安全に安全にっていう感じなんですけど、なんか、兵士の見た目じゃない
っていうとちょっと舐めてしまう傾向はありますよね。やっぱちなみに馬は呼べない。この見た目はなんとも弱そうじゃないですか。舐めたらあかんね、やっぱね。弱そうに見えるだけで割と火力はあるというね。よいしょ、すごっ、ワープしてくんねや。危ない、すごいな、すごい技ですよね、よう考えたら。ワープしてくるやん、泡が。あまりね、ちょっとロングの戦いは向かないですよね。何回っとんの、何を回ることがあんねん、これ。うら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 やらへんがな。うら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 やらへんのよ。これはめちゃくちゃ効くけどね。おー、これやばいよ。もう多分一発で死ぬ。距離感もようわからんしな。また飛んでくる系かな。飛んできました。そしてダダダダと、すごいコンボ。やばい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 。怖い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 。ひるんでくれるからもうこうやって倒した方が早いな。なんでしょうね、いけるんですよね。あっちも当然いけると思う。今ここにいるんでね。ちなみにここね、バルグラム。うわ、なんやあれ、知らんな、知らんし、かついな。おい、なんやあれ、おい、ちょっとほんまなんやねん。いや、もう遠距離戦でよくない？いや、もうこんなん絶対戦いたくないですね。いや、もう遠距離戦で行かしてもらうよ。ない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 ことなん、お前と戦うとかは。よっしゃ、おらおら、安定じゃない、ど安定じゃない。 OK、 効くね、いいっすねいいっすね。結構なダメージ入る、3発やと。ちょっとボルトの減りがいかついけど、イエス。ちょっと重くなるんでこの時だけね。よっしゃ、行こう。さあ頑張っていきましょう。当然罠はあるでしょう。怖いやつおるな、一匹。怖え。絶対強いやん。早めに処分よね。早め早めの処理ですよ、こういうのはね。じゃあ下降りてきて、そっちが笛吹きがおったところやね、多分これね。で
いや、なんか優雅な場所ですよ。うん、あっちも回廊みたいなのがあったんやけど、どっち行くべきなのか。リフトはやっぱ先つないどくべきか。おる。死者たちの笛、おお、ゲット。おお、血が。またね。怖い。めちゃくちゃ強いからな。ボルト補充したよね。で待つよね。すっ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。一瞬カメラが、キャメラワークの方が。いや、みんな死んでるもんな。きついっすよ。まあ、あの3発撃ってくるやつに比べたら全然マシやけど。あ、こんなとこ繋がってたんや。ほえー、来れたんや。なるほど。よし。で、これ下行くっぽいな。ちなみにそこは降りれますけど、血がね。まあ、まずは賢くちゃんとこれは繋いでおいた方がいいね。いらんことせずね。屋根飛び降りたりとかももちろんやっていくんですけど、このあとねやっていくタイミングはあるとは思うんですけども、戻しておいて下も行ける。やる気ない人を倒すのはどうかと思うけども、後でやる気出してきはる場合もあるから怖いからね。下行けますが、やんのか。よし、舐めとったらあかんで。わてを舐めとったらあきまへんで。外に敵。集中集中。何があるかマジでわからんから集中や。かなり広くていろんなことが起こりそうです。形もね、もうめっちゃ複雑なので。と、宝箱あるわ。ふぅ、音楽も優雅やね。オートって感じですね、まさに。日光浴スペース。苗床の呪い、これ何やこれ。キーアイテム、苗床の呪いとは、クソ食いが殺し、怪我した死体に生じる呪い。だから何やねん。何に使うかを言えちゅうてんねん。まあええかも。よし。敵おるか。行けるところ多すぎひん？おった。どっちからやろう。
ましょう。583フルため、ため攻撃強化されてますから。あそこ一匹おるね。いかつめの兵士があそこに一匹いますね。いやちょっとかがり系欲しいなマジで。中間地点が欲しいというか、いける。やってこいやってこい、うん、どうぞやってこい。それやったな、お前の最後。よっしゃあ、それをやったがお前の最後。2回言うた。いいよ。行く道としては屋根伝って飛び降り系かなーですかねー。行ってみようか、まあ、そっちにも行けますし、ここにいっぱい敵いますし、よし、かがり火が欲しいんですけどね。一個一個敵を粉砕しつつ道を開拓していくしかないわな。ただ瓶があんまり回復しないですね。あ、ここか。ちょっと瓶が回復しないな。血が。血がある、ある程度。血があるイコールある程度強敵がいるっていうことなんで。しかも、奇襲系の可能性も割とあるので。あそこに一匹おるね。そっちにも白衣のやつがいましたね。おるね、強敵揃いや。一番ヤバいのは当然あれ。うわー、来た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 ー。おるわ。ダダダンおったー。ダダダンクソ野郎がおったー。マジかー。ダダクソがおったわ。ダダクソが、マジか。全然効かへん。薬効かへんのかな。いやー、なんも効かへん。ダダクソはね、どうやったら戦う？下におるんやな。高さを使って戦えれば、高さと距離をうまく使って戦えれば倒せるかも。ダダクソはここにおるな。いやだる、戻っていきよる。そうなんですよ、意外とね、上には打ちにくいはずなんですよ、ボルト系は。いやー強っ、体力。うわー、逃げます。ここまではこんはず。勝ちたいもん。
マジで勝ちたいもん。五体目やね。入れ、よっしゃー。イヤホー。やったー。よーっしゃ、やったぞ。あいつに勝てた。一発目で勝てた。いや、めっちゃ嬉しいっす。ナイミトン。ライソーだ。終わりや。おい、よし、もうリスク取りたくないから、リスクを取りたくないんだから、こっちは。いや、もう勘弁してくれ。そろそろちょっと。かがり火をね。かがり火をください。竹原さん、かがり火をください。どこ向いて警備してんのかなっていうわ。やろうがおるがな。一対一でやろうぜ。一対一で。ずるいずるいずるい、そんなんずるいわ。ずるいぜ。限界だ。限界とはこのこと。かがり火をください。ちょ、回復ないの？回復なんか、回復アイテムないのこれ。ちょっと、いやー、きついわ、きついわ。回復、回復。FP ゆっくり回復するでいいか。ちょっとでも耐えれるようにしたいから。死にたくねえよ、ここまで来て。隙間。開けますよ、会ってくれ。え？扉開かない？バカな。扉が開きませんでした。し、行こうか。かがり火さえ見つければいいんだ。ダッリーおるな。上におるんですよ、だるいのが。気づかして、降りてきてくれるかですね。降りてきてくれた。
投げてんじゃねえよ。強いよもう。そしてオルナ兵士かがらしてくれや、かがらしてくれや。もうふう、指でいきましょう。指で集中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 、ここ集中で。これ何？あ、笛。あ、聖属性やね、これ。新宅のシャボン、あ、これ面白いかも。笛今度鍛えてみよう。進行補正あるから。じゃあいつ一匹おるんすよ。あいつ一匹おんのよ。あいつ倒せばもうってことでしょ。立ち寄るかな。おい、サボってんなよ。強っ、マジか。強い強いわ。サボってんなよ、おら。シールドバッシュ、おい、ケツ回ったでしょうよ。ローデイル騎士、つらい。ちょ、もうほんまかがり火。いや、もうちょっと僕ちょっと行き過ぎてない？祝福はまだか。めっちゃわかるわ。どこよ。じゃあもう敵おるっしょ、これ。しわしわ変な音してるがな。祝福はまだか、ほんとに。マジでマジで、なくない？こいつお前宝箱あったんかな。いや、もうみんながそう思ってんねん。だからこう絶対祝福あんねん、多分。みんなが思ってるはずなんですよ。いや、ここはもう使い時やと思う、僕は。耐え時よ、これは。待ってよ。我慢我慢、ここ我慢しましょう。可能性としてはどっちやっていうね、もう分かんないっすね。強めの雑魚とはやっぱ戦いたくないので。この先近道があるぞ。しかし強敵があるぞ。強敵は嫌っす。うわー、かがり火ありそうやな。右か左か。頼む。そっちは。いや、なんかおるなー。これつなぎましょうか。いや、なんかおったなー、いかついやつ。いやー、ちょ待って、ほんまないっすやん。祝福がない、ガチでない。うお、危なっ、危なっ。やってくれるわ。ふう、怖え。安全な場所なんてないぞ、どこも。いや、もうないんだって、かがりないのよ。ちょ、ほんまにこんなない？き
暑いなちょっと。いやこれこれ系の雑魚がいっぱいおるってことやな多分。ちょっとねこのなぎ払い系の武器の方がねやっぱ当たるから、槍はねどうしても当たらないパターンがあるからね、空振っちゃうというか、お犬様とか特に。まさにもう品物置いてあると罠よね。復活よいしょ、強引、いいでしょう、頑張ったよ。しゃあ、ふう、ないならないで頑張っていくしかないわな。角気をつける、おるな。先そっちの部屋、いやもうあってしかるべきよこういう雰囲気。くぅ、うわー上、マジか、よりによってうっとしいね上は。いけー、ダルー、巻き舌なるわこれ。うん、だんだん降りてはきてんすけどね。いやーしんどい。さあどうしよう、しんどいとか言うてられへん。でも倒していくしかないから、一匹でも減らせばね全然やっぱ違ってくるから、おびき寄せて。よしよし、オッケー、よし、よっしゃ。で、ここか。何ここは、開くのか、開いた。宝箱倉庫。石鹸の鍵ばっかかい。そして階段じゃない、はしご上。よっしゃ。さあ、頼む。キラキラしたものを、ください。ショートカットつないだくせ、これは。ということは絶対近くにある、ある、あった、よーっしゃー、来たー、やった。いや長かったー、マジきつかった、頑張った、うん、よし。ということで次回ここから行きましょう。これが合ってんのか間違ってんのか全然わからないですけども、中枢部まで来てます。はい。